横浜市大附属病院感染制御部の加藤と申します。私自身、加算2の施設の外勤医の立場からということで、どちらかというと雑談になってしまうんですけども、どんなことを考えてやってるかといったお話をさせていただこうと思います。COI はこちらになります。私の一応自己紹介といいますか、2004年に横浜市大卒業して、そっちのその後現在横浜市大で働いているんですけども、内科専門医、感染症専門医と抗菌化学療法指導医といった立場で、基本週2回の外勤枠を、感染症コンサルテーションといった形で、支援させていただいて、2つの病院に行かせていただいてます。で、そのうちの一つとして、脳卒中神経脊椎センター、先ほど原先生がご紹介してくださったかと思いますけども、もうそちらに伺って、だいぶ長くなります。で、私自身がですね、甲状加算2の病院での AST ということで、何をやってるか、おそらくまとめるとこの3点なのではないかなというふうに思います。甲状加算の2の病院、どうしても単価とか、ある程度、専門領域が決まっている病院、それから、それなりのポジションというかですね、そういった病院の中で、その病院に特殊な病態と、とはいえ、その病院でなくても、一般的によく見られるけど、そこでは通常見ないような疾患、そういったのがやはり手助けできるというのが一つと、あと、やはり、加算2だと、すべての検査とかすべての薬剤が使える、そういうわけじゃないですよね。そういった中で、そこの利点と、デメリットもちろんありますけども、利点もあるというところをお話したいのと、あと、地域連携、やはりこの加算というのが非常に大きいと思ってます。ここを、どうつなげられるか、この接続する役割がやはり、医師に求められるんじゃないかなということでお話していきたいと思います。先ほど原先生がご紹介いただきましたけども、こちらが脳卒中神経脊椎センターになります。病院のホームページから持ってきています。300床という比較的大きな病院にはありますけども、もともと横浜市の、マンチ病院といったところから、発展改称といった形で1999年に現在の施設になっています。その後、脊椎疾患のへの、診療拡大が行われまして、現在のセンター長も横浜市大から、整形外科の教授だった先生がいらしていただいて、現在に改称して現在に至っています。で、この2016年、ここで、確か2016年だったと思うんですけども、私が着任した後に感染対策加算、こちらを取得していただきました。それまで取っていなかったので、ICT、AST としての、活動のための、財源、診療報酬という裏付けがなかったんですが、そこが得た。これ実は私にとって一番大きな、活動の一つだったんじゃないかなと思ってます。やはり、この加算が取れるかどうかというのが一つ大きいと思うんですね。で、こちらの図は、多くの場所でご覧になっているかと思うので、今更申し上げるまでもありませんけども、今回、感染対策、甲状加算1と2、3というふうな形になっています。で、脳卒中神経脊椎センター、それまでの感染対策防止加算の2から、甲状加算の2になっています。また、連携強化加算と取っていますので、それによってある程度、院内での発言権を、ある程度得ることができています。で、甲状加算の1の病院としては、近隣にあります横浜市大、市民総合医療センター、横浜市立大学はですね、2つの病院を持っていまして、本院の付属病院が672床、分院にあたります市民総合医療センター、こっちが大きくて、市内中心街にありますが、こちら720床と組んでいます。その他、市大センター病院を中心とした1、2連携の中の1つに入っています。で、ちょっとこの辺、具体的にじゃあ何やってるのって話なんですけど、横浜市の地図ご覧いただくと、横浜市大附属病院ってかなり横浜の外れの方にあるんですね。ちょっと行くともう横須賀市という別の地になります。全然、みなとみらいとかですね。そういったとは全然違うところにあります。ここから、週に1回、
私は火曜日の午後と木曜日の午後にそれぞれ外勤枠持ってますので、木曜日の午後、まあ、大体昼過ぎ1時ぐらいには出て、まあ、車、もしくはバスで移動して、脳卒中神経脊椎センターに行ってます。まあ、バスだと1時間ぐらいかかっちゃうので、まあ、なかなか外勤にとって大変といえば大変ですね。まあ、そういったちょっと移動の手間というのはあると思っていただければと思っています。で、2015年、私が行くようになってからですけども、まあ、診療件数、まあ、こちらの病院では ICT がそのまま AST、抗菌薬適正使用、もしくは感染症コンサルテーションを受けています。週1回のコンサルテーションで2015年度から、だんだん増えていって、2020年度、まあ、ちょっとこれはですね、新型コロナウイルスの影響があります。まあ、ありますが、大体年、60件から100件ぐらいの、まあ、症例に介入しているといった形です。私がまあ、すべて仕組み作ったわけではなくて、現在、埼玉医大で、感染症プラチナマニュアルを作ってらっしゃる、岡秀昭先生がいらしていただいたんですね。まあ、その時に岡先生がコンサルテーションの仕組みを作られたので、まあ、私としては比較的その仕組みに乗るだけで、まあ、現在に至っています。まあ、とは言っても、もう一つの病院でも新しく AST チームは作っていますし、週1回の非常勤であれば十分 AST チームは作れるというふうな、印象は持っています。で、まあ、よく言われるのが、その意識をどこから引っ張ってくるんだということになるんですけども、私たち横浜市大の、まあ、関連病院になりますので、まあ、その中で、ご依頼いただいて、そこで岡先生が最初に行かれてといった形になります。やはり、ある程度の、まあ、つながりというか、そういったところは必要なのかなと思っています。で、診療実績ですけども、ちょっと COVID-19 の影響がいろいろありますので、その前の2018年の、データを引っ張ってきましたけども、だいたい患者、コンサルテーションもしくは介入した症例の患者さんの、まあ、性別、それから年齢はだいたい72歳のところですね。で、内容の疾患ですけども、まあ、肺炎、呼吸器感染症が4分の1、それから、CRBSI、カテーテル関連の血流感染症、もしくは、全く、デバイスの入ってない血流感染症等が大体2割、そして尿路感染症、まあ、このあたりが一般的に、まあ、どの年も見ているというふうには思っています。また、脊椎外科が入りましたので、骨関節感染症があります。で、血液培養陽性例、そんなに多くはありません。比較的どの先生も積極的に取ってくださってはいるんですが、血液培養陽性になるような、まあ、比較的重症感染症というのはそこまで多くはないとは思っています。大体、やはりブドウ球菌が半分、そして大腸菌、緑膿菌等が、まあ、3分の1、あとその他の、菌といった形になっていまして、ご覧いただきたいのは、これ一つここにやはり非感染性疾患のコンサルテーションって結構多いということですね。ここを後でお話しします。で、まず、何といっても、脳卒中のもともと専門病院ですので、どうしても長期入院の方が多くいます。基本的には脳卒中とリハビリテーション。そこに、脊椎外科、関節外科が加わったといった形になっていますので、やはりデバイス関連感染症が非常に多い領域になります。まあ、これは、まあ、実際、脳卒中神経脊椎センターで取った症例ですけども、パープルバック症候群ですね。グラム陰性菌が増えるときにウレアーゼが出てきて、色が変わる。まあ、こういったものを経験しましたし、やはり CV の管理。まあ、こういったのは、まず患者さん見るときにまず見ることになります。ただ、なんといっても小さい病院なので、そしてドクターが長期在籍している方が多い。まあ、これは、メリットだなと思っています。どのドクターも、まあ、顔が知れていますので、また、培養を取るという風習が一回つくと、非常に楽です。もう、ドクターの方で取ってくださっていますので、週に1回のラウンドでも、まあ、後で介入が非常に楽になっています。やはりこの、
まあ、長期在籍者が多い病院ならではの、まあ、風土を作っていくっていうのはすごくいいのかなと思います。まあ、そのおかげとして、デエスカレーションできた症例が42%、まあ、かなり多いですね、というふうに思っています。まあ、これが一般病院だと、そもそも培養を取ってくださいから始まったりしますので、やっぱりちょっとこの風土形成っていうのは、まあ、時間かかりますけど、で、患者さんの疾患背景なんですが、7年間振り返ってみますと、こういった形。脳卒中の専門病院というでありながらも、脳卒中、脳出血、脳梗塞が、背景となる症例って4割ぐらいなんですね。まあ、それ以外は、例えば神経変性疾患であったり、あとは、ご自宅で、全身、まあ、状態によって痙攣して、脳梗塞疑いといった形で搬送されてくる方とか、さまざまな方がいて、まあ、純粋な脳血管障害とプラスして、まあ、最近はここに COVID-19 が1、2割、まあ、それによって衰弱された方も入ってきています。まあ、もともと脳血管の専門病院でありますけども、COVID-19 も現在は見ています。で、実際には、まあ、こういった形で、AST 活動、まず情報共有をして、薬剤師がプレゼンテーションをして、そこから、まあ、どの患者さんをラウンドするか、そういったことを決めて患者さんを見に行きますし、これは、HCU ですね。こちらで HCU の担当ドクターと、まあ、一緒にラウンドしたりっていうような形もやっています。まあ、HCU の中で、まあ、実際に経験した症例。これ私、化学療法学会の、抗菌薬適性使用障害セミナーで紹介させていただいた、案件なんですけども、意外とこういうのが多いよ。ね。73歳女性、脳梗塞のために血栓溶解、が行われた。ICU に入って調子が良かったんだけど、熱があって、出て、まあ、主治医が抗菌薬どうしよう。だけど、血媒も陰性、呼吸状態も。これ、どこかでお示ししたので、ご存知の方もいるかもしれませんけども、これは、痛風発作ですね。ここが赤くなってて、これ見つけたのはさっきの原先生です。原先生が腫れてますよ。あ、確かにそうですね。僕がやったことは、N セイドを投与したぐらいです。もうそれで、死んだ。それから脳卒中の専門病院ですので、まあ、やはり脳出血が多いですね。で、脳出血、中枢神経の、病変はですね、体温のセットポイント調整不良がありますので、まあ、必ず発熱します。で、この場合も脳室穿破していますし、この場合は出血のために、まあ、血腫吸収熱、そして、まあ、中枢性の発熱と両方あって、まあ、やはり38と39度の熱が続くことがあります。やはりここも血媒をしっかり取っていただいているという風土のおかげで、まあ、これは問題ないんじゃないですかといった提案ができますし、実際ラウンドしている症例の22%は抗菌薬中止。まあ、これが踏み込めるわけですね。で、まあ、障害セミナーの方でも何度か出させていただいてますけども、入院中の発熱の原因、やはり脳卒中のもしくは長期療養型の施設。まあ、かなりいろんな要因で非感染性の発熱を起こします。脳梗塞、脳出血もそうですし、血腫熱、偽痛風、それから無脊椎胆嚢炎、結構見ますね。それで薬剤熱は大体10%の症例にあると言われてますので、まあ、こういったことを考えると、まあ、私が出ていくケースというのはどちらかというと、抗菌薬やめてください。まあ、やめてもいいですよ。まあ、そういったところをですね、説得する、うまくこう、やりくりするっていうのが、一つの役割かなと。で、もう一つは、専門領域外のがんに対してやはりお手伝いするってことですね。あ、これちょっと下のが出ちゃいましたね。はい。この方、ご自宅で動けなくなってて、脳血管障害疑いで搬送されたんですよ。ただ見てみると、手に、まあ、非常にひどい病変があって、これなんだろうね。でもこれ見たら、経験ある人気づきますよね。角化型回線。
そう思って、ただここの病院、皮膚科が週に1回しか来ません。確か私とはちょっと日がずれてて、皮膚科にお願いすると1週間後とかになっちゃうんですね。なので、自分で染めてみたところ、まあ、見事に回線が見つかって、ストロメクトール、投与したっていう症例です。まあ、どうしても専門病院、加算にだけあって、循環器内科は常勤でいらっしゃるんですけど、呼吸器内科、消化器内科も週1回だったかなと思います。だから実は上部消化管内視鏡やってくださいとか、喉頭鏡で覗いてくださいっていうと、なかなかうまくいかないんですよね。あと、眼科ですね。まあ、そういった点で制限はある。まあ、ここは、どうしても、まあ、受け入れなきゃいけないかな。ただ、急いで見せなきゃいけないかどうか。ここは、やはり私がある程度判断して、お願いすることができるだろう。しているような形で。そして、もう一つが困るのが、これ、結核ですね。実はこの、7年間で11例の結核症例、まあ、見つけているというか、診療しています。院内で、何と言っても、先ほど、原先生言ってくれましたけども、この、私たちの病院、院内に、細菌検査室がちゃんとある。これがとても大切です。ですので、これ怪しいと思ったら、好酸菌、飛沫検査までやってくれますし、培地にも塗ってくれます。ですので、完全な害虫ですと、どうしても診断が遅れますし、なかなか AST としてうまくいかないんですね。ここだけはやはり、微生物検査室、取った方がいいと思います。ただ、もちろん治療に関しては、まあ、院内でもある程度は行いますけども、院外に、まあ、コンサルテーションという形になります。それから今年に入ってから、梅毒が2件と HIV 感染症が2件ありました。で、この辺は、専門病院とはやはり見れませんので、どこに紹介するか、まあ、紹介先の病院に、まあ、調整するのも、まあ、医師の仕事になってきます。まあ、実は私は、四大センター病院の方で自分に紹介して、そのまま、拝見している症例もあります。で、ちょっと困ったのはですね、COVID-19 ですね。公立病院ではありますので、どうしても COVID-19 を見なければならない。やはり行政からの要請があって見ることになりました。まあ、ここは AST とは関係ないんですけども、では、どういう治療をするか、どういった治療薬を選択するかみたいなことを、それから、COVID-19 になってから培養を取るのが、かなり、まあ、培養を取りにくいと。いうケースも増えてはいるようですけども、まあ、そこも培養をしっかりとる、まあ、そういった形で、まあ、やらせていただいてます。で、繰り返し申し上げてますけど、院内に微生物検査室、これは絶対的に必要です。とはいえですね、微生物検査室、今、どんどん廃止されてますね。ですので、微生物検査室を守るってことがとにかく大切だと僕は思ってます。脳卒中神経脊髄センターでは、微生物の検査技師2名が、グラム染色、それから、培地への、培養と、それから、微量液体希釈法での同定感受性まで行ってます。まあ、これがあるかないかで大きく変わると申し上げたいと思います。で、検査室からもらった材料別の、検出菌ですけども、これは1年間の今年のデータですね。まあ、それなりの数が出てます。まあ、多いのは、まあ、これはどの病院も、長期に入院されている方が多い施設は同じかなと思います。いや、まあ、その中で MRSA、ESBL 産生菌、まあ、たまに CRE、まあ、そういったところをどう対応するかということがとても大切だと思います。まあ、数年前ですけども、原先生と一緒に、こういった形で論文にもさせていただ、環境感染学会に出させていただきました。レスパイト入院という、こう、神経難病の方の在宅調整入院の中で、調べてみると、もうそもそも、やはり、高度耐性菌が常に定着している方が結構いらっしゃるんですよね。さらに、この論文中でも、大腸菌の9割が実は機能論耐性になってて、繰り返し、
レボフロキサシン等のキノロンが投与されてたんじゃないか、まあ、そういったことも伺えます。まあ、こういった長期例をの、うん、が多いのも加算2の病院の特徴なのかなと思います。で、院内では耐性菌に関しては、実はあまり、まあ、詳細なところまでは検索していません。まあ、どうしても、検査に関しても限界がありますので、基本的にはディスク法を中心とした培養方法で、まあ、スクリーニング検索といった形になりますし、培地もある程度の、限界があるというふうに思います。で、ちょっと困るのはですね、この使用期限がある検査機材って結構多いんですよね。培地もそうなんですけど、イムノクロマト法って結構使用期限が短くてですね、せっかくこの菌なんだろうって調べようと思っても、購入してもらうと、まあ全然、やはりどうしても疾患が偏ってますので、うちの病院だともうペイしません、使い切りませんっていう検査がかなりあります。なので、まあ実際のところ、イムノクロマト法でこれ使いたいなっていうのも、採用して、なかなか入れてもらえてないものも多いありますし、例えばプロカルシトニンとかは、セプシスの診断に使うので、すぐ結果知りたいわけですけども、これも外注なんですね。まあ、ここは限界があると思っていただき、その上で、まあ、やるってことが必要だと思います。ただ、一番困るのは微生物検査室を潰さないってことと、そこで、ある程度のところまでは検査をしっかりやってもらう、薬もやってもらうということで、私は非常勤ですけども、感染対策委員会には、参加して、病院長、事務長に、まあ、ご意見、いろいろさせていただくようにしてます。で、脳卒中神経脊椎センターはですね、基本、薬剤師さんで動いてます。まあ、ここがとても大切だと思います。AST、大切なのはリアルタイムな介入ですよね。だから主治医の先生が、次の感染症のドクターが来る木曜日まで1週間待ってコンサルトするか。いや、そういうわけじゃないです。やはりその場で相談したい。だからそこに答えてもらうのは、常勤の薬剤師さんたちの、仕事だと思ってます。これがあるからこそうまくいってるんだと。まあ、実際、初期抗菌薬、ピペラシンタゾバクタのメロペネムの使用量、いわゆる急性期病院に比べれば明らかに少ないんですけども、まあ、それでもやはり介入すると減ります。まあ、こういったところは、リアルタイムにやっていくからだろうなと思います。で、採用薬に関してももちろん制限はあります。ちょっとこれ、現在少し違うかもしれませんが、基本は各系統これしか入っていません。私がここに外勤に行くようになる前に、岡秀昭先生がだいぶこれ削減してくれたみたいなんですね。で、その後も、原則として、高度耐性菌に使うような薬とか、新薬というのは原則としてあまり入れてません。あくまでも、まあ、原則に近い薬のみを入れてます。まあ、もちろんこれデメリットもあるんですけども、シンプルにすることで、臨床医の先生方に、まあ、どの薬を使うか選択しやすくなっていると思いますし、まあ、この数年、初期抗菌薬はほとんどセフトリアキソン、もしくはアンピシリンスルバクタムを使う先生が、まあ、ほとんどになってきています。まあ、そういった点でも、まあ、長期的にこう、文化作っていくってことがやはり大切なのかなと。あと数枚、ちょっとまとめのお話をしたいと思います。で、非常勤感染症会って何してるのかっていうと、まあ、自分が診療するっていうよりも、まあ、基本、常勤の方々にうまく動いてもらうっていうのが、やっぱり、まあ、僕らの仕事なのかなと思うんですよね。で、一つは、常勤の方々がやっぱり困る事例があります。やはりどうしても、ドクターの言うことでないと聞かないドクターってやっぱりいらっしゃる。まあ、そこを、まあ、実際診察して、直接お話しして、まあ、お伝えする。まあ、それによって、薬剤師さんで解決できなかったところを、
まあ、僕らが解決するっていうのが一つ。特にこの培養院制だけど CRP が高いとかね。やっぱこういうのって、まあ、我々がマネージしなきゃいけないと思うんです。そして、単位で、紹介状には書いてないんだけど、なんか、CRE が出てるとか言ってますとか、善意の検査結果が来ません。そういった時に善意に問い合わせたりとか、こういった調整機能は、やはりやるべきかな。それから、先ほど申し上げたような、なかなか遭遇しない症例。まあ、脳卒中の病院ですので、冠動感染症とかですね、やっぱり不得意ですね。それから、白血病合併とか自己免疫疾患合併、こういったところは、まあ、僕が週1回でも言ってあげた方がすごくクリアですし、渡航感染症、これも結構、困った事例とか、やっぱり拝見してます。そして、やっぱりその結果として組織の強化、ここに尽きると思います。常勤スタッフが、薬剤師と臨床検査技師、そして ICN が、まあ、何かあったら頼れる。まあ、週1回だけども、何かあったら頼れるっていう、その、うまく働けるための強化。まあ、そのために、まあ、いるっていうのが大切なのかなと思います。それと、恒常加算取ってない施設。恒常加算は絶対取った方がいいです。私、COVID-19 でクラスター対策してますけども、恒常加算取ってない病院は、本当に情報が入ってなくて孤立してるんですよね。だから、もし今日参加されてる方で、まず、恒常加算、2のどうこうっていう前に取ってなければ、まず取ってください。連携してくださいっていうことです。そして、微生物検査紙を潰さない。これ取ってください。最後の1枚です。ここは本当雑談です。じゃあ、週1回でいいのかって言われると、まあ、いろんなやり方があります。例えば、地域連携カンファレンス1の病院と組んでますけども、そこには私、脳卒中センター側で参加してます。で、まあ、最近、ウェブばっかりですので、旅行先からもなんかさせて、参加させていただいたりしてますし、あと、全然、これちょっとうちの特殊性だと思うんですけど、横浜市大と ICU が、テレ ICU って実は、検査値とか画像とかが、オンラインで見れるんですよね。なので、私が付属病院にいるときに、脳卒中センターの症例なんですけどって ICU の先生からご相談を受けて、お答えしたりもしてます。まあ、感染症内科って正直なところ情報戦ですので、なんて言うんでしょう。まあ、横浜だから近くに病院、大学があるでしょってことなんですが、地方なら地方で、まあ、遠隔でやるような方法、まあ、これって、まあ、ちょっと給与をどうするかとかいろいろ問題はあるんですけど、遠隔でも実はいろいろできるんじゃないかな。まあ、これは今後の、テーマだなというふうに僕は思ってます。ということで、なんだか、まとめになってるんだかまとめになってないんだかわかんないんですけども、私からは、以上のような、お話にしたいと思います。ありがとうございました。